皆さんどうもこんにちは、アプリゲーム情報局のシーサーです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今回は2024年春休みに超絶に面白い神ゲー10選を紹介していきたいと思います。今回紹介するスマホゲームはダウンロードからプレイまで全て無料になりますので、少しでも気になったらね、ぜひね動画の説明欄からダウンロードして遊んでみてください。それでは早速動画の方見ていきましょう。まず最初に紹介するのは深い星を紡ぐ子供たちになります。本作は2013年のゲームオブザイヤーに輝いた風の旅人フロアリーの制作者たちが送る心温まるソーシャルアドベンチャーゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、心癒されるアドベンチャーが楽しめます。こちら深い星を紡ぐ子供たちはね、7つの夢のエリアを冒険してね、星のミステリーを解明するんですけども、 BGM だったり映像がね本当に美しいです。続いてですね、つながりを育てるマルチプレイが楽しめます。本作はですね、友達と一緒に冒険だったり、可愛い妹でね、オンラインの仲間たちと遊んでね、友情を育成できます。それ以外にもですね、フレンドリーなオープンワールドが楽しめます。こちら深い星を紡ぐ子供たちはね、光のかけらなどのアイテムをアンロックしてね、冒険をさらに遊べます。またね、キャラクターをユニークにカスタマイズできたり、レベルアップすることでね、ヘアスタイルや服装などね、自由にカスタマイズを楽しめます。次に紹介するのはブルーロックブレイズバトルになります。こちらブルーロックブレイズバトルは人気サッカー漫画ブルーロックを題材にしたスマートフォン向けサッカーゲームです。プレイヤーは強力なキャラクターを集めて戦略的なサッカーゲームバトルを繰り広げることができます。ストーリーモードや対戦モードが非常に楽しめます。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はブルーロックの個性的なキャラクターたちを楽しめます。こちらブルーロックブレイズバトルはゲーム内にはブルーロックのキャラクターたちが多数登場し、それぞれの特徴やスキルが忠実に再現されています。プレイヤーはお気に入りのキャラクターを集めてチームを編成できます。続いてですね、ブルーロックでおなじみの戦略的なバトルを楽しめます。本作はサッカーバトルは戦略的で、プレイヤーはパス、シュート、ドリブルなど様々なプレイを駆使して勝利を目指します。相手の戦術を読み解く頭脳戦が本当に魅力です。それ以外にもですね、オリジナルストーリーを楽しめます。こちらブルーロックブレイズバトルはゲーム内にはオリジナルのストーリーモードがあり、プレイヤーは主人公としてサッカーの舞台裏に挑みます。物語を進めながらキャラクターたちとの絆を深めることができます。次に紹介するのは新三国無双 M になります。本作は三国時代の中国を舞台に魏呉蜀などの5つの陣営に属する武将たちと共に戦うアクション RPG ゲームです。さらに光栄テクモゲームスの人気作新三国無双8のライセンスを受けてネクソンが開発配信をしています。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、爽快な無双アクションを楽しめます。こちら新三国無双 M は画面をタップして無数の敵兵をなぎ倒す爽快感を味わえます。武将ごとに固有の無双スキルや戦術を使って戦場を駆け巡りましょう。続いてですね、豊富な武将と育成要素を楽しめます。本作は50名以上の武将が登場し、それぞれ個性的な声優やグラフィックが用意されています。好きな武将を選んで装備やスキルを強化していきましょう。自分の本営を建設運営して資源を生産したり、武将の能力を上げたりできます。それ以外にもですね、三国志の世界を楽しめます。こちら新三国無双 M は三国時代の中国本土を再現した13地域全259ステージの超大型マップで、歴史的な戦闘や事件を追体験できます。石壁の戦いなど三国志の名シーンが美しいグラフィックで再現されています。次に紹介するのは崩壊サードになります。本作は原神を作った会社ミホヤが開発した 3D アクション RPG ゲームです。スタイリッシュなアクションバトル、豊富なキャラクター、深いストーリーが楽しめます。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、ハイクオリティのグラフィックスと音楽を楽しめます。こちら崩壊サードはゲームの世界観やキャラクターはアニメ風の 3D モデルで表現されており、美しく動きます。ゲームの音楽はオーケストラやロックなどの多彩なジャンルで構成されており、ゲームの雰囲気に合わせて変化します。続いてですね、本格的なアクションバトルを楽しめます。本作はゲームの戦闘はタップやスワイプなどの簡単な操作でコンボやスキル、回避などのアクションができます。キャラクターごとに特徴的な武器や能力があり、戦略的に切り替えて戦うことができます。ボスや敵の攻撃パターンも多彩で、爽快感と緊張感が味わえます。それ以外にもですね、豊富なキャラクターと深いストーリーが楽しめます。こちら崩壊サードはゲームには個性的で魅力的な女性キャラクターたちが多数登場します。キャラクターの声優は人気声優陣が担当しており、ゲーム内での会話や演出が盛り上がります。ゲームのストーリーは崩壊の謎や各女性キャラクターたちの過去や感情などを描いており、感動や驚きがあります。
次に紹介するのは僕のヒーローアカデミアウルトラインパクトになります。本作はですね、週刊少年ジャンプの名作僕のヒーローアカデミアのスマホゲームで3対3で敵と戦うヒーローたちの個性炸裂バトル RPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、ヒロアカのド迫力アクションの演出を指一本で楽しめます。こちら僕のヒーローアカデミアウルトラインパクトはね、誰でも指一本の操作でヒーローたちの個性をつなげることができます。さらにね、スキルチェーンすることでド迫力の個性や必殺技演出を楽しめます。続いてですね、ヒロアカの物語を一から物語を楽しめます。本作はね、物語の始まりである主人公緑谷出久とナンバーワンヒーローオールマイトとの出会いから、テレビアニメでおなじみの名シーンやプロヒーローを目指すデクたちの物語などヒロアカストーリーを振り返ることができます。それ以外にもですね、自分だけのヒロアカのチーム編成を楽しめます。こちら僕のヒーローアカデミアウルトラインパクトはね、原作で見ることができないヒーローと敵を同じチームに編成してバトルで使用できます。ぜひこの機会に自分だけの最強ドリームチームを作ってみてください。次に紹介するのは PUBG モバイルになります。本作は最大100人のプレイヤーが輸送機から孤島に降り立ち、マップ内にある装備や車両を駆使して最後の一人になるまで生き抜くバトルロイヤルゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、シンプルなルールの元祖サバゲーをスマホで気軽に楽しめます。こちら PUBG モバイルはね、バトルワーゲームの元祖となる PC 版 PUBG の制作会社が手掛けるスマホ版の PUBG ゲームになります。そのため輸送機から戦場に降り立った100人の中から最後の一人になるまで生き残るだけのルールで、シンプルだけどサバイバルゲームらしく戦略的要素は満載に味わえます。続いてですね、友達と一緒にドンカツを楽しめます。本作はね、もちろんね、ソロプレイでもドンカツを味わえれるんですけども、最大4人の友達と一緒にチームを組んで協力プレイをしながらドンカツを狙うことができます。さらにね、緊張感あふれる広大なマップでボイスチャットやクイックチャットを使って友達と協力できます。それ以外にもですね、組み合わせが無限大の多彩なスキンを楽しめます。一般的なバトルアゲームはスキンの種類が少ないんですけども、こちら PUBG モバイルはね、定期的にアニメや企業とコラボするたびにヘルメットだったり帽子やコート、ジャケット、パンツ、着ぐるみ、武器スキン、車両スキンなどのスキンが追加されるので、本当にね、スキンを使ったファッションを無限大に楽しめます。次に紹介するのはワンピースバウンティーラッシュになります。本作は最大4対4のチームで繰り広げる本格アクションゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、ワンピース初となる最大4対4のチーム対戦アクションが楽しめます。こちらワンピースバウンティーラッシュはね、ワンピースでは初となるね、最大プレイヤー4対4のチーム対戦アクションゲームなんですけども、もちろんね、一人でプレイできるソロプレイモードも遊べます。この機会ね、各キャラクターの能力を活かしてね、お友達と協力して遊んでみてくださいね。続いてですね、3D で表現されたワンピースの世界を舞台にね、本格アクションバトルを楽しめます。こちらワンピースバウンティーラッシュはね、ワンピースのあらゆる世界が対戦バトルのステージでね、プレイヤーはね、お気に入りのキャラクターを操作してね、ステージ上の多彩なアイテムだったり豊富なギミックを回避しながらね、本格的なアクションバトルを遊べます。それ以外にもですね、ワンピースシリーズの多彩なキャラクターを楽しめます。本作はですね、ワンピースの人気キャラクターだったり、過去に登場したマニアックな登場キャラクターや最新のキャラクターまでね、非常にね、豊富なキャラクターを操作できます。キャラクターによってね、戦闘スタイルが変わるのでね、いろんなキャラクターを遊んでみてくださいね。次に紹介するのはエーテルゲイザーになります。本作はアズルレーンで有名なヨーススターとヨンシーが送るハイスピード爽快アクションゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、リアルタイムに仲間と連携する本格 3D アクションを楽しめます。こちらエーテルゲイザーはね、3人1組で出撃するんですけども、非常にね、本格的な協力アクションバトルを遊べます。さらにね、簡単操作でスキルを発動できるので、アクションゲームが苦手な方からゲーム初心者の方までスタイリッシュに敵を倒せます。続いてですね、ウルボイスのメインストーリーと個性豊かなキャラクターたちを楽しめます。本作はね、メインストーリーは豪華声優陣によるフルボイスです。フル 3D グラフィックスの魅力的なキャラクターたちが織りなす SF ストーリーはアニメ顔負けです。それ以外にもですね、待ち受ける強敵、豊富な挑戦コンテンツを楽しめます。こちらエーテルゲイザーはね、戦略シミュレーション形式でマップを探索するので、銀河観測やランダム要素が新しい体験を生むローグライク形式なので、ゲームに飽きることがありません。次に紹介するのは金色のガッシュベル永遠の絆の仲間たちになります。本作は人気アニメ金色のガッシュベルを題材にしたスマート向けのアクション RPG ゲームです。プレイヤーはガッシュとその仲間たちを操作し、個性的な魔物たちとのバトルや冒険に挑みます。さらに原作のストーリーも楽しめます。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、原作に忠実なストーリーを楽しめます。こちら金色のガッシュベル永遠の絆の仲間たちは、ゲーム内では金色のガッシュベルの原作ストーリーが忠実に
に再現されており、原作ファンにとっては原作の世界につながることができます。さらに主要なエピソードやキャラクターが登場し、物語を追体験できます。続いてですね、多彩なキャラクターとバトルを楽しめます。本作はゲーム内には様々なキャラクターが登場し、それぞれ独自の魔法やスキルを持っています。プレイヤーは独自のお気に入りのコンビネーションを編成し、戦闘でその力を活かします。バトルは簡単なタップ操作で楽しめるので、ぜひ皆さん遊んでみてください。それ以外にもですね、仲間との絆と協力を楽しめます。こちら金色のガッシュベル永遠の絆の仲間たちは、ゲーム内ではガッシュと仲間たちとの絆を深める要素があります。仲間たちと協力して強力な魔物たちに向かうことが求められ、チームプレイが本当に魅力です。最後に紹介するのはテラビットになります。本作はボクセルで構成された様々なね景色が広がるオープンワールドの中でね、武器やアイテムをクラフトしたりね、建築やバトルを楽しむこともできるオープンワールドサンドボックスゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですねマイクラ風の自由なサンドボックスゲームが楽しめます。こちらテラビットはですねサンドボックスゲームで一般的に有名なマイクラと違ってね、無料で遊べます。さらにねマインクラフトとゼルダブレスオブザワイルドを合わせたようなゲームでね、広大な世界で自由に生活だったり、打倒魔王を目指してね冒険しつつ、サンドボックス要素も楽しめます。はい、ということで今回なんですけども、2024年春休みに無課金でも超絶に面白い神ゲー10選を紹介しました。少しでもね参考になりましたら、動画の高評価もしくはねチャンネル登録の方よろしくお願いします。皆さんの動画のコメントや高評価チャンネル登録が次の動画を上げる本当に励みになってますので、引き続き応援の方よろしくお願いします。またですね、今回紹介したスマホゲーム以外にも皆さんのねおすすめスマホゲームをぜひねコメント欄で情報共有の方よろしくお願いします。こちらのチャンネルはちょっとした隙間時間に遊べるスマホゲームだったり、夏休みや冬休みなど長期休みにがっつり遊べるスマホゲームをたくさん紹介します。またですね、 YouTube をチャンネル登録してもらうと YouTube のコミュニティ欄見ることができます。動画よりも早く速報で新作スマホゲーム情報やスマホゲームの事前登録情報を定期的に YouTube のコミュニティ欄で紹介しますので、もしよかったらねぜひこの機会に YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。最後にですね、公式 LINE もやっています。 YouTube では紹介しきれないたくさんの無料スマホゲーム情報を公式 LINE で紹介しますので、もしよかったらねぜひ動画の説明欄から公式 LINE の友達追加もよろしくお願いします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。アプリゲーム情報局のシーサーでした。バイバーイ。